トルコ海峡ボスポラス海峡ボスポラス海峡トルメリ、ヒサル、ファーティフスルタン、メフメトバシ。ボスポラス海峡の衛星写真画面上が国海、下が丸マ,マラ海。イスタンブール旧市街は左側の陸の右下にある三角形の半島の部分。イスタンブール旧市街の北側の細長い湾は金閣湾。ボスポラス海峡地形図ボスポラス海峡は トルコのヨーロッパ部分とアジア部分を隔てる海峡である。両岸にはトルコ最大の都市イスタンブールがある。ボスポラスとはメウシの都市という意味でギリシャ神話の中でゼウスが妻ヘラを欺くため不倫相手のイオをメウシの姿へ変えるがヘラはそれを見破り恐ろしいアブを放った。そのためイオは世界中を逃げ回ることになり、 牛の姿のままこの海峡を泳いで渡ったとされる。トルコ語では、海峡の内を意味するボアジチという名で呼ばれる。イスタンブール海峡としても知られる。南北に細長く、北は黒海、南はマルマラ海で、マルマラ海とエーゲ海をつなぐダーダネルス海峡と、合わせて黒海と地中海を結ぶ、海上交通や、活動の要衝をなす。長さは、 南北約3 0トル幅は最も狭い箇所で6 9 8ル最も広い地点で3 7 0 0ル水深は3 6ルから1 2 4ル両岸の全域は、イスタンブール市の行政区内で、南側のマルマラ海への出口の西岸、金閣湾との間の地が、ビュザンティオン、コンスタンティノポリスの古地である、イスタンブール旧市街である。 両岸の交通には以下の方法がある。ダーダネルス海峡やマルマラ海とともにモントルー条約に詳しい規定がある。紀元前数千年頃に地中海の海面上昇で黒海とつながったとする仮説がある。ロシア、ウクライナなど黒海に港を持つ国にとっては地中海を通じて大西洋に船を出すためには必ず通行しなくてはならない要所にあたる。このため、 海峡の航行権を確保したいロシアと、それを阻止しようとするオスマン帝国やトルコ共和国、諸列強の間で長く駆け引きが続けられてきた。現在は1936年に締結されたモントルー条約により、商船の自由航行と通過できる軍艦の条件が定められる。ソ連ロシアの航空母艦、アドミラルクズネツオフは条約に対応する政治的処置として、 ロシア海軍における艦種分類を航空母艦ではなく重航空巡洋艦としている。ボスポラス海峡沿いにはオスマン帝国がコンスタンティノポリス征服の足掛かりとして築いたアナドルヒサル、ルメリヒサルの療養祭やドルマバフチェ宮殿などのオスマン帝国の利休、エジプト大使ムハンマド・アリー家をはじめとするオスマン帝国の交換の別荘などの歴史的、 建造物が立ち並ぶ。イスタンブールの旧市街から国会の出口までクルージングする定期観光船は外国人観光客に人気が高い。運河工事部分を赤で表示過密になっている通行船舶を分散させるためボスポラス海峡の西側にイスタンブール運河を建設する計画をトルコ政府が進めている。一部はキュチュクチェクメジェコを利用し、 全長4 5キロメートル幅1 5 0メートル水深2 5メートルを想定している。2011年にエルドアン首相が提案した。後期は7年、費用は750億トルコリラと見積もられている。巨額の費用、森林保護、ダムの破壊による水不足の危険性、国会をめぐる米ロ対立に巻き込まれることへの懸念から、 イスタンブールの今もオール市長ら野党の共和人民党、世界自然保護基金トルコ、120人を超えるトルコの元外交官が計画に反対、批判を表明している。ありがとうございます。